ファミリーマートで買える痩せるおやつ選んできました。今回は私美腸活専門家としての観点からランキング形式であなたに3つお伝えしていきますね。でこの痩せる理由2つあります。1つは今からお伝えするおやつはあなたの腸内環境を整えてくれる食材を使ってあることであなたは痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やして元気にして痩せ体質になることができますよということ。でもう2つ目はそれとは逆、太る原因、要はデブ菌と呼ばれる悪玉菌が好むような食材を使っていないからなんですね。なので私は今回あなたにこのおやつをお勧めしていきたいと思います。でまず1つ目のその腸内環境を整える食材のうちちょっと2つご紹介していきますね。1つ目はその小麦粉ではなくて全粒粉も使ってあるからなんです。これは低 GI 値食品です。要はあなたのその脂肪をですね溜め込む、原因の糖質をこう緩やかにこう抑えてくれる食材なんですよね。でまた食物繊維も豊富ですし、ビタミンやミネラルなど栄養もいっぱい入ってますが、もうダイエット向き。そしてもう一つはナッツも入ってます。でこのナッツがダイエット食なんです。もう低糖質食品の、まあ、ロカボ食品の代表格ですよね。でまた栄養もいっぱいバランスよく含まれておりますから、その観点からおすすめなんです。でまた逆にその悪玉菌、まあ、デブ菌が好むような白砂糖を使っていませんし、またそのショートニングのようなその、まあ、マーガリンとかですね、そういったトランス脂肪酸をこう含まれているような食材もこちら一切使われていないんですよ。なのであなたはやはりその腸内環境を整えることが痩せる近道なわけです。でプラスいくらいいものを取っても逆に腸内環境に悪いものを取ってしまってはプラマイゼロどころかやっぱり悪くなってしまいますので、今からお伝えするおやつを美味しく食べながら、まあ、ダイエットに取り組んでいただきたいと思います。ではランキングの第3位お伝えしていきます。こちらです。マクロビ派のビスケットです。3種のナッツと瀬戸内の塩が使われております。でこちら森永製菓さんが出してくださっているそのビスケットなんですけれども、あのマクロビってご存知ですか？聞いた方もいらっしゃると思うんですけれども、マクロビとはここ読みますね、マクロビオティックの略で、穀物や野菜中心の自然と調和した食生活で健康を目指す考え方ですということなんですね。でまさにその思いを詰めたお菓子がこちらです。でこちら素材です。アーモンド、カシューナッツ、マカダミアナッツ、ひまわりの種、大麦フレーク、そして白砂糖ではなくて天才糖が使われております。でまた小麦粉も入ってはいるんですけども、国産小麦です。そして先ほどお伝えしたこの低 GI 食品ですね、脂肪を溜め込みにくくしてくれる国産の全粒粉も使っています。あとは油も良い油ですね、菜種油とお醤油、瀬戸内産の塩、これ以外の原料は使用していませんと、ね、断言してくださっているこのお菓子なんですね。でこちらは裏面を見てみますと1個あたりたったの25キロカロリーです。そして1袋あたりが 37g 入っていて、全体としてはエネルギーカロリーは193キロカロリーとなっております。こちらですね、もうほんとサクサクっとあの香ばしくて、もうあっという間に食べてしまうんですけれども、私は食べ過ぎないようにあの大体まあ3個ずつとか毎日一気に食べずに小分けにして食べております。ではランキングの第2位はこちらです。こちらも先ほどと同じシリーズなんですが、今度は3種のナッツと香ばしカカオで、ね、カカオ味なんですね。まあ、例えばそのチョコレートとかお好きな方いらっしゃいませんか？美味しいですよね。ただチョコレートはやっぱりと太るなって我慢していらっしゃる方も、このマクロビ派のカカオ味のビスケットをお食べになるとそのカカオ味が楽しめますからいいと思うんですよね。でちょっと読んでみましょう。素材はこれだけです。アーモンド、ヘーゼルナッツ、くるみ、ひまわりの種、大麦フレーク、天才糖でココアパウダーですね。あと国産小麦粉、国産全粒粉、菜種油、瀬戸内産のお塩、これ以外の原料は使っていないんですよね。でこちらは先ほどと同じ1個あたりがですね25キロカロリーになっています。で1袋 37g あたりカロリーが194キロカロリーになっています。
でこちらも本当カカオ味ってね、美味しいですよね。カカオ風味のおやつって本当に私も好きなんですけれども、こちらですと腸内環境を整えてくれる安心の材料ですから、安心して召し上がっていただくことができるんです。では堂々の私が選んだ第1位はこちらです。こちらマクロビハビスケットのアーモンドとクランベリーというこのドライフルーツが入っているタイプなんですね。で素材をお伝えします。アーモンド、あと果汁漬けのクランベリー、ひまわりの種、かぼちゃの種、玄米フレーク、大粒麦フレーク、てんさいと、で国産小麦粉に国産全粒粉、菜種油と瀬戸内産の塩ということで、こちらも安心の食材使ってくださってるんですね。でこちらは先ほどの2つランキング2位3位と比べて低カロリーで、1個あたりが24キロカロリーとなっております。で1袋あたり 37g は一緒なんですけれども、エネルギーが184キロカロリーで一番カロリーが低いタイプです。なのでダイエットの、まあ、ランキング1位ということで選んでいきました。とこちらもですね、やはりもう素材がいいですよね。もう今までご紹介したもの全部もうとにかく素材が良い。やはりダイエット中でもおやつ食べたいじゃないですか。でしかもですね、コンビニでこういった体にいいものが手に入るってね、すごく貴重だなと思うんですね。しかも私今回ファミリーマートさんでこれを見つけた時にですね、よく他のコンビニさんでもこの第1位とか2位ぐらいまでよくね見かけるんですけれども、この第3位のですね、この種類はなかなか今まで見かけたことがなくて、この3つ一緒に置いてあるというのがですね、もう感動してね、今回あなたにもお伝えしたいと思って買ってまいりました。そしてご紹介したわけです。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな健康法、ダイエット法、腸活法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しているんですね。でまた具体的にこういったダイエット法でお悩みやご質問おありの方は、こちら詳細欄に LINE のリンク貼っております。皆様そちらからご登録されて私と直接やり取りしておりますので、あなたも必要でしたらいつでもご相談くださいね。そしてこの動画役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。